いいつもご紹介いたしますカレッジトップギア代表の廣田です今回はドライブレコーダーをつけていきます他もう車両にはついているんですけれどもこちらをつけさせていただきましたセルスターで出している CS360FH というドライブレコーダーをつけていきましたこちらのドライブレコーダーなんですけれども前と後ろのカメラがついていまして内側のカメラが赤外線の LED のライトをついているので、まあ、暗くなった時にどれぐらい映るのかなというのがちょっと楽しみです 車両にはもうつけているんですけれどもどんな風になっているか見ていただきたいと思いますでは行ってみましょうで車両にもうつけてありますでガラスについているこちらが GPS アンテナとベースが一体になっているものでハーネスが1本出てますよねで本体に入っていますであとこちらが本体で大きさ的には握り拳の横幅ぐらいなのでちょっと大きめかなと思いますこちらののカメラの4つ ランプがありますけれども、こちらが赤外線の LED ランプみたいです。で、暗い時に明るくなるように照らすんだと思います。で、こちらがモニターですね。あとはマイクの穴もあります。では、どんな風に撮れているかドライブしていきます。いかがでしょうか今、二分割のモードで見ていただいています。こちらが室外側ですね。で、こちらが室内側のカメラで見ています。で、パノラマ。 ビューモードっていうことですね。こちらを押すと、大画面になります。で、このビューワーの面白いところは、こちらのカーソルで自由に動かせるっていうところです。で、室内の方に戻してくると、本当にくっきり映ってますね。で、今マイクをオフにしてますけれども、マイクが内蔵されていて、室内の会話もバッチリと取れるので、まあ、室内の現場を、もう、 何か起きてるかっていうのも録画はできています。音とともに録音も録画もできています。で、こうやって動かしてみるとピラーがちょっとずれてますけれどもまあ全く問題ないですよね。で、こういう風にしっかりと映っているので本当に使える感じですね。面白いです。このモードは面白いですね。こうやって自由に動かせるので。で、あとはこちらの マップですね。まあ、マップを表示させていると、こうやって動いてますけれども、それも録画されています。どこを走ったかっていうのも録画はされています。これを消してあげて、で、今、キャプチャーって出てますけれども、この保存っていうのを押すと、この画面ですね。今、映ってる画面が録画されます。ここら辺も。 まあ参考にっていうか、まあ、残したければ残せるっていうことですね証拠として残せるっていうことだと思いますこちらの画面ですけれども画面を小さくするとこういう風な感じで今走っている速度とかも出ています G センサーも内蔵されているのでこういう風うに、まあ、波になってますけれどもそれも映していますあと再生速度ですねこれで0.5って書いてありますけれどもこちらを速度を遅くしています でこちらの画像が夕方ですね。完全な日没後ではないですけれども、5時15分前ですね。7時17時13分って書いてありますね。だから今の時間帯だとかなり暗くなっています。でも、外にいる人間、なんか怪しいおじさんがいますけれども、かなりくっきり見えています。で今、二分割の画面ですけれども、ワイドビューにして、外側の 画面を見てみると、こういうふうにかなり表情まで映ってますね。ここら辺がもう最近のカメラの性能の良さはびっくりですね。で、室内側がさらに明るく見えてるので、これはやっぱりまあカメラの進歩っていうかセンサーの技術なんですよね。こちらのセンサーは多分ソニーのセンサーだと思うんですけれども、まあ高性能です。かなり見えています。 で走行動画です。5時15分になりますね。まあ、真っ暗ではないですけれども、かなり暗くなってきて、一番見にくい時間帯ですが、これだけはっきり見えています。今、対向車が来ていますけれども、ボディのも色もわかりますね。 あと、室内側のカメラで、窓ガラスの外ですね。外も本当にくっきりと映っているのが特徴的です。これだけはっきり映っていれば、外に誰かいて、顔の表情とかもバッチリ映って写っちゃいますね。これは素晴らしいと思います。で、今、二分割ですけれども、パノラマビューにしてみます。まあ、ちょっと月が綺麗に見えてますね。それぐらいは、はもうはっきり映ってます。で、室内側に映してみると、 とちょっとまあ粗くは見えますね。2分割の方がくっきりと見えると思います。でキャプチャーで撮って録画しているので、元データはもうちょっときれいに映っています。で今2分割にしましたけれども。 やっぱりこっちの方がくっきりと映ってますね今ここのゲートの下をくぐりますけれどもこうなんかもうほとんど真っ暗に近い状態です室内もやっぱりちょっと暗くは見えてますけれども外も分かりますよね、うん、誰かいればその表情も分かると思いますこれだけの暗さでも分かりますねやっぱり最近のカメラは性能が上がって素晴らしいと思います必要にして十分だと思いました うだったでしょうか以前にコムテック製の360度撮れるドライブレコーダーを付けましたけれどもあちらボディに対してカメラが1個っていう形でしたで今回取り付けたのが前後に2つっていうことなのでやっぱり室内の映り方がだいぶ違いましたでかなり室内の映り方ですね明るく撮れますし窓ガラスの外の状況もくっきり映ってますあとはビューアーを使って360度クリックしながらぐるぐるって見れるっていうのがあれが特徴かなと思います ある程度の金額のものを選んでいただければくっきりと写ってますし何かあった時の証拠には本当に使えると思います最後までご視聴ありがとうございました今回の動画がいいと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますそれでは次の動画でお会いいたしましょうさようなら